お世話になります、ひとりでございます。以前の動画で色違い巨大マックスピカチュウが出るレイドについてご紹介させていただいたんですが、その際100万回倒せばなんかプレゼントがもらえるとかそういう話がありまして、で本日2021年3月2日このプレゼントを受け取れるということで、その情報を共有させていただきたいなと思います。でこれ100万回達成してないんですよね。なのにプレゼントがもらえるらしいです。まあ確かに100万回いかないと100個ずつはもらえないみたいなこと書いてありましたから、間違ってはないですけどちょっとずるくねみたいなのありますよね。まあもらえるからいいんだけど。であと最近結構ポケモンに注目集まるようなことあったのに、なんか87万回しかいかなかったのってすごくなんかちょっと残念な気もします。ちょっとやっぱりユーザー結構離れちゃってるんですねって思いましたね。まあそれはいいとして、まあとりあえず受け取っていきましょう。受け取り方は簡単ですね、普通に不思議な贈り物からですね、まあ今回はシリアルコードとかはないので、まあ不思議な贈り物を受け取るでインターネットで受け取るですね。これやれば受け取ることができます。はい、贈り物を探していますと。これでピンと来て、道具セットプレゼントですね。ここは普通にいつも通りみたいな感じか。はい、来ました。別に普通ですね。いっぱい入ってようがいろいろ見た目は変わらないといういつも通りでございます。はい、これで、何がもらえるかというとこれやばいっすよね、マジで。鎧鉱石87個とマックス鉱石87個ってマジでやばすぎでしょ。合計で何 ?174 個、やっば。今までで一番多いプレゼントの数ですよね。しかもこれ結構実用性のあるアイテムですし、100個ずつもらえなくてもね、まあ87個もらえれば結構十分ですからね。いやこれかなり太っ腹っすよね、マジで。今までの中でもそのメンツが地味ではありますけど数的に多いんでね、トップレベルの配布なんじゃないかなと思います。いやこれはめっちゃ嬉しいっすよね、ほんと。はい、ということで今回はこの鎧鉱石マックス鉱石受け取れますので、皆さんぜひ受け取ってみてはいかがでしょうか。ただやっぱり100万回達成しなかったのがすごく私的に不安ですね。でダイパリメイクまであと半年以上全然ありますから、いやこのままねちょっとポケモンの人気結構落ちちゃうんじゃねえかっていう、まあいつもそうなんですけど、世界中のトレーナーをもってしても目標達成できないというね、ちょっとゲームフリークの方々悲しんでるんじゃないでしょうか。まあちょっと悲しい状況だけど、このままダイパリメイクまでよろよろ行こう。責任取れないけどね。